皆さん、おいでフットボールクラブのえのきです。本当に休みの夕方、そしてまた寒くなった中、大勢の方においでいただきまして本当にありがとうございます。6年ぶりに J1 にということで、本当に長くお待たせしました。なんとか上がることができました。でも昨日の試合が終わった後の決まるまでの2分間はその6年に匹敵するぐらい長かったというのが実感です。正直ホッとしました。まずもって本当にトリニータを支えてくれた多くの方に、関係者に、スポンサーに、ボランティアの方に、そして、何よりもサポーターの方にお礼を言いたいと思います。本当にありがとうございます。我々はですね、今からも次の戦いの準備が始まります。フロントはチームを支えるべくしっかりごめんなさい、ちょっとうるっといっくりしました。チームを支えるべくしっかりやって、本当に安心させて試合をできるようにしたいと思います。これからが我々フロントの勝負です。そしてチームは今まで作ってきたものをもっともっと高度に磨き上げて、皆さんに本当に面白い試合、アグレッシブな試合、見ていて楽しい試合を見せていくことを誓いたいと思います。来年は J1 のに戦いの場を移します。かなり厳しいと私は思っております。その厳しい中でも皆さんの応援が選手の背中を押してくれます。今日恩のある方から電話を受けまして、非常に厳しい道が待ってるねと。でもその厳しい道が、あなた神様があなたに与えた使命なんだ、だから頑張ってくれと言われました。本当にその言葉をかみしめて来年1年頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。そして渡辺監督が来年もやってくれることをここで発表いたします。先ほど監督から何もないと思いますけど、これは一度一丸となって頑張っていきますので、よろしくお願いします。どうも今日はありがとうございました。